豊かなものがたくさんやってくる現実に変わっていきます。運が覚醒する金運上昇チャンネルの高見です。皆さん毎年入ってくるお金は増えていますか？去年はコロナで売上も経営も厳しい会社も多く、給料やボーナスが減ってしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか。まだまだコロナが続き、今いる環境がまた大きく変わることもあるかもしれません。引っ越し、転職、またコロナには関係ないですが、お子さんの習い事とか受験とか、その時にお金って少なからず必要で、十分なお金があったら大きな安心感がありますよね。そのためにもお金に疲れる状態になって、お金を引き寄せることはとっても大切だと考えています。お金に不安をお持ちでしたら、現状を少し振り返ってみて、これからは大好きなお金を呼び込んでいく、そのために今日はお金を呼び込むための3つのポイントをチェックしていきます。もし毎年入ってくるお金が変わらない、もしくは減っているという方は、もしかしたらこの3つのポイントから少しずれているかもしれません。お金を呼び込むかどうか、ぜひチェックしていきましょう。それでは早速いきましょう。まず1つ目はお金の使い方です。誰しもが小さい頃から使っているお金ですが、使い方に関して学んだことってあまりない方が大半ではないでしょうか。毎日当たり前のように使っているお金ですが、このお金の使い方次第で僕たちは豊かになることができます。お金はエネルギーなので、使えば使うほど巡り巡って帰ってきます。逆にお金を全く使わないとしたら、それは貯めていた水のように色が濁ってくるし、飲める水が飲めなくなってしまう。貯金ももちろん大事だけど、豊かになるためにお金を使うことも大事です。特に豊かさに近づくには自己投資が大切です。自己投資が一番リターンが大きい投資なんてよく言われますが、本当にその通りで、スキルを身につけるとか、尊敬できる人から学ぶとか、体験や経験に使うことや、あと自分が喜ぶことに使う、髪を切るとか、ジムに通う、新しい服を買うなど、とてもいいことです。自分に投資できる人は外見も内面も問わず磨かれていきますし、そして何より自分のために好きなことに使うので、自分がワクワクするし、エネルギーが上がります。髪を切って実年齢より若く見られたら、やっぱり嬉しいですよね。鏡に映る自分を見て、結構いいじゃんって自分を認めたり、いい気分になって、何かご褒美に雰囲気のいい高級なお店で美味しいご飯を食べたら、またここに来れるように頑張ろうとモチベーションになったりします。あと大きい投資もいいです。人生で大きな買い物といえば、代表的なのは車や家、他にも自己投資など大きな投資は人生で何度もないので、やはり契約するときはもう勇気がいります。ですが大きな投資ほど大きなお金が回ります。ホテルや旅館に宿泊しても、値段が高いほどサービスがいいとか、家具やカップが上質なものだったり、満足度がやっぱ高いです。ちゃんと価格が高いものには高いなりの理由があるんですよね。お金が10出ていって11以上のものが返ってきたら、やっぱ嬉しいですよね。それが20になって返ってきたら、払ってよかったなって思います。大きな投資だからこそそれなりのリターンがあります。これは月利何十パーセントとかの投機を出るわけではなくて、投機はギャンブルと同じなので、つまり出ていくお金ではなく、受けられるものにフォーカスをしていくんですよね。大きな投資ってそれがイメージできないと、出費だけにフォーカスがいってしまってなくなるようで、怖くなって払えなくなります。こういう出ていくお金にだけ意識がしまって、受け取れるものを見てなくてチャンスを逃す人って意外と多いんです。ちなみに僕も人生変わったのは自己投資です。当時の僕は這い上がりたかったけど、借金を返すことで精一杯な毎日で、気持ちとは裏腹に全然現実が変わりませんでした。そんな時にメンタル系のコンサルを受けて、借金について恥ずかしくって人に話せなかったのが話せるようになったり、人生投げやりなところがあったんですけど、自分の人生をちゃんと考えるようになりました。その結果借金を返して、今はワクワクして生きれるようになりました。当時は全く希望がない状態だったので、人生本当にね、何があるかわからないと思いますね。大きな投資以外でも、出ていくお金にフォーカスするとお金はどんどん出ていってしまいます。また出ていったと支払いのたびに思うと、それが現実化して支払いが
増えていきます。借金を抱えてた頃は毎月の返済額や請求書、お金が出ていくことばかり考えていました。家のポストに請求書が入っているたびにうんざりしていた時期もありました。ただここでフォーカスするものを変えるだけで出るものが全く変わります。さっきの請求書だって電気とガスとか水道とか、でもこれらを払うことによって毎日美味しいご飯が食べられて、温かいお風呂に入ってリラックスすることができるし、安心して寝ることもできます。美味しい食事を食べられたら自分のエネルギーが上がって、またいいご縁を引き寄せることができます。お金を払うことでどんなことが得られるのか、どんな豊かさが待っているのか、何を受け取ったのか、それにフォーカスすることで豊かさを受け取るようになっていきます。こんなものが得られた、こんな体験ができた、嬉しいな、ありがとう。支払いのたびにそう思っていると、豊かなものがたくさんやってくる現実に変わっていきます。現実は自分の意識だけで大きく変えられるので、意識を変えることで受け取るものが変わります。お金を呼び込むためのポイント、2つ目は否定の言葉を使わないです。自分を否定する言葉は自分の可能性を狭めるので本当に良くないです。僕自身も過去にどうせ僕にはできない、心の中で思ってたり口に出していたこともあります。できないという言葉を使うので脳は素直なので、そうか、できないんだ、わかりました、高見はこれができない、できないリストに登録されてしまいます。そしてその後も同じような状況になったり、同じ課題にぶつかるたびに解決するにはと考えることもなく、高見はこれできないと言ってやらなくなります。また新しい何かにぶつかった時にできないということで、また新たに脳のできないリストに登録していき、できないことだらけになっていきます。自分は自分の味方でいてあげないと、自分が自分を否定したら誰が味方するんだって思います。自分のエネルギーも下がる一方ですよね。自己肯定感が低い人は私なんてというエネルギーが出てしまうので、何かチャンスやギフトなどが与えられた時に受け取れないんですよね。受け取らないことを繰り返しているとだんだん誰も与えなくなります。嫌ですよね。プレゼントをしたら毎回断られて自分の元に戻ってくるって、そうして豊かさが離れていくので、自分を否定する言葉を使うのはやめた方がいいです。もし周りに否定されたとしても自分はできないと思わなくていいんです。僕は昔経営者さんが急に高級寿司店のお話を始めて、お前が一生行けない寿司屋が福岡にあってとっても美味しいんだ、お前は一生行けないから関係ないかって言われたことがあって、いきなり全否定されたのでびっくりしましたし、関係ないならなんで今その話したと思いましたが、1ミリたりとも行けないとは思いませんでした。そして後々実際に行けるようになりました。周りの否定の言葉で自分の可能性を狭める必要は全然ないです。そういうことばっかり言う人とは距離を置いた方がいいですが、職場で一方的に話してくるとか、家族が否定的とか、一緒に過ごしている人の中でそういった人がいる場合には、右から左に聞き流しましょう。今こそムーディー風間ですよ。親友が言ったからやっぱり私にはできないかもと思う必要は全然ないです。こんな時は自分を信じる力を神様が試しているんだと思って、自分の可能性を信じてあげてください。特に新しいことにチャレンジすることは最初はなかなかうまくいきません。でもそこでできないとか難しいとか思わないで、ただ慣れていないだけ。最初は初めてのことで、みんな慣れていないだけなんです。自転車の練習するときも何度も転んで怪我をしながら、そして乗れるようになりますよね。みんな大きな可能性があって、夢を実現する力を持っています。やりたいことをワクワクしてやればできるようになります。元気玉もパワーが溜まるまで出せないじゃないですか。あの期間があるだけなんですよね。例えばわからなかったらすいません。自分の軸と合わないことはやらなくていいと思います。だから自分のワクワクを大切にしていきましょう。そしてお金を呼び込むポイント、3つ目は好きなことをとことんやるです。うまくいっている経営者さんの本を読んだことがありますか？それぞれとても学びが深いんですが、共通していることは生きがいとか人生に
情熱があるということです。そして長く経営されている方ほど学び続けています。今は風の時代になり、子が活躍する時代、地の時代のように一つの会社にずっと勤めるわけではなく、個人でやっていく方も多くなると思います。コロナで副業 OK になった会社もありますし、いつまでも会社があると思えない世の中で、だから自立していくことが大事なんです。そのために嫌なことで続けられないですよね。大型連休の正月明けとか休み明けの月曜日、会社に行きたくない、仕事をしたくない、サザエさんが終わってしまったなあたりで鬱になってしまう方もね、いらっしゃるかもしれません。実は僕はいやいや会社に行っていた時期がありました。結果的には会社を辞めてしまったんですね。情熱があれば途中でもできるし、努力も努力って思わなくなる。周りからは努力に見えても、自分は楽しいからやっている状態で、セールスだったら中身を全然理解してない人に商品を紹介されても全く響かないですが、情熱を持っていかにこだわっているか、自分にとってどんないい変化があるのかを語ってくれる人に商品を紹介されたら、思いが伝わる人から買いますよね。情熱を注げることにぜひ力を入れてください。あなたにとって情熱を注げるものは何でしょうか。魂が触れることにぜひ挑戦して、ワクワクしてご機嫌な毎日を過ごしていきたいですね。本気でやっていたら周りにも変化が起こるし、何よりも本気のあなたはかっこいいです。ありがとうの数だけお金になって帰ってきますよ。というわけで以上、お金を呼び込むポイントでした。限られた時間の中で僕たちは生きています。風の時代は嫌なことを根性論で続ける必要はないです。手放して軽やかになって、好きなこと、やりがいがあることにフォーカスして、そして大好きなお金を呼び込んで、あなただけの最高の物語を作っていきましょう。今日の動画がいいなと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。それでは明日も動画でお会いしましょう。